つれつれ草、吉田健康。第15弾。水国もあれ、しばし旅立ちたるこそ、目覚むる心地すれ。その渡り、ここかしこに見ありき、田舎びたるところ、山里などは、いと目慣れぬことのみぞ多かる。都へ頼り求めて踏みやる。そのこと、かのこと、便宜に忘るな、など言いやるこそおかしけれ。さようのところにてこそ、よろずに心遣いせらるれ。持てるちょうどまで、よきはよく、能ある人、形よき人も、常よりは、おかしとこそ見うれ。寺、社などに、忍びて、こもりたるも、おかし。第16弾。神楽こそ、なまめかしく、面白けれ。大方物の根には笛七力、常に聞きたきは琵琶和言。第17弾。山寺にかきこもりて仏に都合をまつるこそ、つれづれもなく心の濁りも清まる心地すれ。第18弾。人は己をつづましやかにし、おごりを退けて宝を持たず、世をむさぶらざらんぞ、いみじかるべき。昔より賢き人の止めるはまれなり、もろこしに虚勇と言いける人は、さらに身に従える蓄えもなくて、水をも呈して捧げて飲みけるを見て、なりひさこというものを人の得させたりければ、あるとき木の枝にかけたりけるが、風に吹かれてなりけるをかしましとて捨てつ、また手に結びてぞ水も飲みける。いかばかり心の内涼しかりけん。孫心は冬の月にふすまなくて、わらひとつかみありけるを、夕べにはこれにふし、明日にはおさめけり。もろこしの人はこれを意味しと思えばこそ、しるしとどめて世にも伝えけめ。これらの人は語りも伝うべからず。